福テレ防災ラボです福島県民のための気象情報発信基地福テレ防災ラボです、えー、今日のですねメニューはこちらです明日どうも大雨のところが出てきそうなんですよね,、はい、すねまあ、一時的ではあるんですけども、はい、ザーザー降り土砂降りになるところも出てきそうです、えー、そしてやっぱり週末寒くなるのかなというところ、うん、そして最新の紅葉情報をソラネットでお伝えしたいと思います、えー、まずは皆さんからいただいた花鳥風月ですけども、やっぱりこの季節は紅葉が多いんですが、はいえー、特に綺麗な紅葉 プルミエールミノワ周辺の紅葉、<い>えバインバンダイさんもちょこっとということで、この辺りだい,い標高1000メートルから1100メートルぐらいだと思いますが、はいうん、ここまでなんかあの山から降りてきてきたという、はい、そういうことですね。綺麗綺麗ですよね。はい、えー、そしてあの都会のですね。 紅葉も結構綺麗で、え桜の葉が赤く色づき綺麗です。桜の花、花って結構色づくの早いんですよ。秋も綺麗です。秋も綺麗ですよ。いいこと言いますね。花も綺麗だけど、秋もそうなんですよ。綺麗なんです。そして会津若松、紅葉と秋の眠り猫。かわいらしい。今日そんなに寒くなかったんで、ちょっと寝るのチャンスだったかもしれませんね。そして綺麗といえばですね、これあのキモの未明なんですけど。すごい。すごいですよね。はい。 この満天の星に、オリオン座流星。えー、からそうです、浄土平です。はい、えー、えー、そして、猪苗代の白鳥の上。おお、すごい。やっぱりシベリアに寒気たまってきたんで、えー、シベリアから逃げてきたんだけど。追っかけるように寒気入ってきますから。田んぼに。 田んぼには白鳥が降りてきたんでしょうね、そしてすみません、話が前後して、本宮の蛇の花の紅葉もとてもきれいなんですが、これ、もっと真っ赤になりますから、のんべヱさん、またぜひ蛇の花行ったら厚かましいですけど、取ってきてください、そしてあづ総合運動公園のいち並木もとてもきれいでしたという、もういいですね、来週がピークだと思いますが、いい感じになってきております、さあ、ちょうど今、1300メートルぐらい、バダ梯アズマスカイラインが今、ちょうどきれいなんですが。 どうも散ってしまいそうです。その残念ながら、というのもしっかりと雨が降りそうなんですが、ちょっと気になる雲があるんですよ。あの、今日、がねこさんの故郷、沖縄が大雨に見舞われております。熱い雲かかってます。そう、亜熱帯のですね、あの、積乱雲がかかってるんですが。この雲と、それから、ここに秋雨前線の雲あるんですが。この、その、亜熱帯の雨雲が、この秋雨前線に取り込まれる形になるんで。 明日結構強い雨になるんじゃないかと見ております、はいえー、明日午前0時からの雨予報なんですが、多分降り出しは1時、2時ぐら、はい、そして明日のほら、いいですか、ちょうどこのタイミング、昼前ぐらいのタイミングで、えー、強い雨がざっと降りそうですね。ね、はいえー、そして 風向きがこう北西の風になってるんです。はい、昨日もちょっとお伝えしましたけれども、うん、雨の後は風が強く吹いて寒くなるというのが、うんえー、福島の秋の定番なんですが、はい、明日は雨のち風という、うん、そういう天気になります、はいえー。会津地方の天気。で、会津地方の場合はですね。 あのー、雨の後は簡単には上がらないですよね、はい、冬型になるとしぐれるんです、うん、で午後の夕方のですねこの曇り一時雨マークがそのしぐれなんですが、はい、このしぐれが冬になると雪に変わってくる、はい、ということですね<ー>、えー、明日はまだ雨ですので安心していただきたいと思います、えー、こちら会津地方は午前中雨足が強まります夜まで降ったりやんだりですそして中通りの北部です明日もう朝玄関開けるときは金子さん皆さん あのしとしと雨ですああもう降ってるんですねちょっとテンション下がりますよね金曜日の朝から雨そしてですね昼の10時11時ごろはザーザー降りになりますね、はいうん、1>, 1時間にもしかしたら10ミリぐらいのちょっと強めの雨が降るかもしれません、はいうん、ただ災害が起きたりすることはないと思いますので、はい、安心していただきたいと思いますこちらは昼過ぎには雨は上がりますったそして中通りの南部ですさっきも言ったみたいに雨が上がった後次は風なんですよね、はい、ええー、強風は土曜にかけて続きます、うん、ちょうどこれから冬 そして春にかけてが強風の季節ということになりますそして浜通りです、えー、浜通りなんですが明日未明と昼前後に強い雨が降りますちょっとこちらの方はですね1時間に20ミリぐらいの結構激しい雨が浜通り全般にですね明日昼前に降る可能性が出てきましたさあ雨の後は強い風という話をしました、はい、寒気が流入してきます、はい、えというのもこの週末なんですが、はい 成功到底なんですよ、はい、そう冬型になるんですね日曜日もちょこっと残っちゃうのかなというところなんですが上空1500メートルの気温を見ると山で雪が降る寒気が入ってるでしょうかね<ー>さん、はい、土曜日それから日曜日と、はい、だからおそらくこういうことになるのかと思いますこれ2013年の東山の初冠雪なんですが<ー>とっても綺麗でしょう。はい、あの初冠雪っていうのは 気象台から山に積もる雪が見えたら初冠雪ということになります、はい、気象台からですよだから山が雲にかかかかかっていたらあの見られないということになります、はい、初冠雪ということなので私はこういうふうに見ております初冠雪予報、うんえー、スーパーでますか、えー、とおそらくですねこの後土曜日に雪が降って、はいえー、そして日曜日に初冠雪が観測されるという今度の日曜日日曜日に観測されるということになります、はい、では そうですねこれですね、はいえー、晴れたタイミングでで初とということになります、うん、では、初冠雪とはどういうことなのかなんですが、はい、どうやって観測するのか、うん、実は、人が目視で観測していまはい。こうやって気象台の方が<ー>で、えー、これ目視の観測って今、気象台やってないんですよ、はい、あ気象台これからですねやめる方向にいるんですけれども、はい、この初冠雪の観測は廃止の予定はないということになります、はいそ,えー、それではあー周回法ではす。 えー、この後土曜日は冬型そして日曜日には回復しますので、うんえー、日曜日はですね裏番台の紅葉行くといいかもしれません日曜の朝は氷山で5度まで下がりますので皆さん冬自宅を急いでください1区はこちら秋雨に落ち葉ロードのスカイライン福テレ防災ラボでした